皆さん、こんにちは。非常識な教室経営コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは、ありがたい満席が続いている時に絶対に言ってはいけないある言葉についてお話をしたいと思います。ありがたいお話なんですよ、満席が続くっていうのは。で、例えばものすごくですね、いろいろな施策、ブログを書くとか YouTube 頑張るとかやった結果、問い合わせがどんどん思っても見なかったところから続いて、自分の中でキャパシティって考えているものがいっぱいいっぱいになってきちゃう時ってあるんですよね。で、その満席がどんどん続いちゃってる時に、残数あと何人しか受け入れができないとか、そういうのもだんだんこう見えてくると、自分の心の中でね、焦りが出てくる。で、その要は受け入れられないっていう、断らなきゃいけないっていう残念さと、あとはその忙しくなっちゃう自分に対してのできるんだろうかっていう不安とか、両方あったりする気持ちからですね、どうしようっていう多分気持ちになったりするんですよね。で、その時に使ってはいけない言葉がありまして、その言葉をなぜ使ってはいけないのかっていうことも、脳科学の観点からですね、その事象と現象をお伝えしていきたいというのが本日のテーマでございます。はい。そしたらですね、早速、結論から言いましょう。ありがたい満席が続いている時に絶対に言ってはいけない言葉、これはですね、どうしようとか困っちゃうとかいう、その現象に対して自分のネガティブな思いが言葉をついて出ること。基本的には本当は嬉しいはずなんですよ。だって満席にするために基本集客活動って頑張るわけだから。その状況になったら今度は、困っちゃうとかね、満席になっちゃったとか、どうしようとか、受け入れられないとかね、割とネガティブな言葉を発するケースがあるんですよ。で、これを言ってはいけないんです。いや、言ってはいけないって言われても満席じゃない困るよみたいな感じだったら、まず、言葉としては発しない。そして満席っていう事象は確かに大変かもしれないです。また来ちゃうんだから。で、その時一旦は、またお客様来た、嬉しいっていうところで一旦口に出して言うなら、もうその言葉をまずは言うんですね。で、嬉しいけどもちろん断らなくちゃいけないところはあります。その時の受け入れはということです。その時に実は考えてほしいものは、通常人っていうのは欲しい時に物って欲しいんですよ。だから満席で手に入らないっていう時にはその教室から離れてしまうこともあります。当たり前ですけど、これはタイムラグの問題とタイミングの相性の問題になるので、当然満席だからはい諦めますっていうことも十分にあり得るんです。だけれども、こちら側としては最大限できることは努力をしてみようっていうことが必要になります。具体的にはどういうことかっていうと、満席にはなってるんだけれども、その次のクール、例えば3ヶ月後なのか半年後かは分かりませんけどに席を空かせるというか、空く予定がなるじゃないですか。例えばコースレッスンで組んでたらエンドレスの講座だと無理なんですけど、大概皆さん3ヶ月とか6ヶ月とか1年とかね、講座になってるケースとかが多いし、場合によっては単発。そうするとそのちょっと先に受け入れる可能性はあるわけだから、せっかくご縁をいただいて来たいって言ってくださっている方がいらっしゃるわけだから、その人をどうやってその期間気持ちを引っ張って自分のところにいてもらうかっていう、こちらを考えることに注力をした方がいいです。断ることを一生懸命考えるんじゃなくって、どうやったら滞留しててくれるだろうって、こっちに焦点を置いた方がよくて、だから口をついて出る言葉は、また予約が入った、嬉しい、この人をどうやって気持ちを引きつけたまま残っててもらえるだろう、何かいいアイデア考えなくっちゃみたいな、こんな思考ですね。
言ってもいいけど、口に出して言っても。だから満席になって困ってる、断らなくちゃとか、あまた予約入っちゃった、こんな時期にもうなんてずれて入ってくれないんだろうとかね、そういうふうに思わない方がいいんです。で、なぜ思ってはいけないか、なぜ口に出してはいけないかっていうと、これ脳の仕組みなんですけれども、脳って主語なしでその言葉に発した事態を、叶えようとする、実はこれはまあ解明されてない部分もあるんですけど、あの仕組みがあるんですよ。潜在意識下に働きかけてしまう。要は困りますとかね、あの満席になっちゃったっていうこの残念な感じで言うと、脳はその困ってる事象を取り除こうとするわけなんですよね。取り除こうとするっていうことは、満席になってる状況を止めてくれます。漏れなく止めてくれる、困っちゃうから、自分が困っちゃうと困るから、脳はおいかんいかん、満席になっちゃいけないねって思って、満席にならないようにしてくれる。これテレパシーを送るわけじゃないですよ。入ってこようとするお客様にテレパシーを送って来ないようにするんじゃないんです。何かっていうと、自分自身に無意識化に働きかけをするようになります。意識してないけどね。どういうふうに働きかけるかっていうと、満席になったら困るわけですよ。ということは、満席になるような行動活動を止めさせてしまうんです。例えばブログを毎日更新してましたっていうと、更新頻度を下げるように無意識化にインプットします。そうするとどういう言い訳をするかっていうと、なんだか今日は気が乗らないなとかって言って更新やめるとか、なんか今日体疲れてるしやめとこうとか、あ、今日は生徒さんとあのなんとかの会に出かける予定だから今日くらいいいやとか、あの自分に都合がいい用事と事象を探して言い訳とちゃんとくっつけてくれて、事象としてブログを更新しない、やらなくてはいけないルーティンをやらないという言い訳をちゃんと見事に作ってくれます。で、人っていうのは自分を甘やかすのを結構好きでですね、楽な方に逃げたいんですよ、基本的には。だからその満席になってるから困るっていう事象を止めるためには、集客に結びつくような普段のルーティンをやめさせればいいっていうのを脳は理解してしまうので、それに直結するような指令を出しますね。体疲れてるんじゃない、疲れてるよねっていうと、疲れてるから今日やめとこっかとかね、あの忙しくてたまにはいいよねとか、なんかね、自分に都合がいい言い訳をちゃんと思いつかせるようにしてしまうんですよ、脳って。だからそれは口に出したり、思考がそういう思考になった瞬間に、その指令が体全体にこう浸透して自分の行動に変化させてしまうから、満席になっていて困るのは事実なんです。受け入れられないっていうことに対しては。だけれども、その人たちをそこにいてもらう工夫はどうにかできないだろうかっていうことで動くことで、その違う行動を止めてしまうっていうことをしなくて済むように回避できるんですね。だから困っちゃうとか言わない方がいいっていうことなんです。これ私の生徒さんによく言います。あの何人言ったかな、4人5人ぐらい言ってるかな。あの満席いいんですよ。そういう企画を作ってちゃんと満席になるように企画を立てて、めでたく満席になってる。どん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 予約が入ってくる。そうすると本人もね、怖いぐらいの状態になっちゃって、いやもうこんなんなってどうしよう、できないかもしれないとかっていうネガティブな言葉とかやっぱ言い始めると、あの予約止まるんですよ。あのそうしないようにちゃんと脳が漏れなく行動と活動をしてくれるから。だから困っちゃうとか言わないでくださいっていうのは私ねよく言うんです。それをどうさばいて、どう長期に続くようにするのかっていうことを考えてほしいって言うと、あのそのメカニズムも当然説明するんですけどね。で、変わると予約が止まるっていうのは回避することができます。だけれども、あのこれを実際に本当に過去かつて体験してたことがある生徒さんとこの間ねお話をしたことがあって、私がまたその、ね、盛り上がってきて予約がじゃんじゃん入ってくる、自分が意図しないところから。でそうすると結局
でどうしようってことに困るみたいな感じで、困るって言わないでくださいって言ったんだけど、したらその過去をね、その生徒さん思い出したんですって。要は満席に近くなると予約が止まって、なんかいい具合に止まったなっていうふうに思っていて、でポチポチっていう感じでやっていて、でまた足りなくなってくるとまた集客活動を頑張ってっていう、それの繰り返しだったっていうのを言ったんですよね。だからうまくできてるなって思ってたのは、実は無意識的に自分がそういうふうに行動してたからなんですねっていうふうに言ってました。だから今回の場合にはいっぱい予約が入ってきても、それを困るっていうふうに思わないで、どう皆さんにお答えしていくのかっていう、例えば自分の限界値に挑戦するっていうのでもいいし、今受け入れられなくてもその先に受け入れることができるんだったら、どうやって持たせるかっていうことを考える、これも一つの成長なんですよね。自分のバッファーを増やすっていうことです。筋肉もそうなんですけど、100%の力でやり続けるっていうのは人って慣れてきちゃうので、まあ、それが当たり前になってくると刺激がなくなるからね、成長が止まります。で、筋肉とかも110とか120の負荷かけるから筋肉って鍛えられるのであって、自分のお仕事とかも成長したかったらやっぱ多少の負荷がかかるのをバッファーを広げていくっていうことをしないと成長しないんですよ。だからそれいい機会だと思ってトライしてみるとかね、そういうことも結構大事になってきます。で、その負荷をかけることが、まあできるできないっていうのはね、自分の中でチャレンジ項目として考えてほしいんですけれども、少なくともその出だしの思考で困るっていう思考はまあなくそうっていうのがあるんですね。で、これは実際に何人も止まってきた人を見てきています。で、止まることじゃなく続くことをなぜ私が推奨するかっていうと、車のアイドリングのエンジンと一緒で、走り続けてる車の方が車の調子っていいんですよね。ずっとだらだらと、ね、毎日何キロとか走ってる車の方が、何万キロっていうキロ数を走っていても、例えば3000キロしか走ってない、半年に一度しか車を動かしてない車よりも持ちが良かったりするんですよね。これは動かし続けてるからなんです。で、集客活動もこれと一緒で、ある時バーッと頑張る、で忙しくなってダメだ、集客活動を止める、下がる、また上げる、下がる、この上げる時の力っていうのが、この上にいる状態をこうちょっとだけ維持するのより全然力がかかるんですよ。だから自動集客っていうのを私は推奨してるんですけど、自動集客をなぜ推奨するかっていうと、先生が本来あるべき先生業にかけたい時間、レシピ作成とかレッスンの充実とか、それに時間を本当はかけてほしいんです、集客の方じゃなくて。で、それを叶えるためには自動集客が必要で、自動集客はずっとね、積み上げ続けないと自動集客ってしづらいんですよ。上がった下がっただと、またゼロからやり直しでまた上げないといけないんで、この分の時間と労力無駄なんですよね。ここのものをちょっと保ってもう少し上に行く方が、こう上がり下がりのある人が頑張るより全然かける時間が少なくて成果が多く得られる、まあ、自動集客っていうことも含めてなんですけどね。だから上がってるんだったらその勢いに乗り続ける方が基本いいんです。どっかでどの道止まりますから、永遠に続くっていうことはね、ただ自分が積極的に脳で止めに行かないっていう、ここがポイントだっていうことなんです。もう来ている限りはどれだけその人たちを引きつけることができて、手元で次のね、レッスンをワクワクしながら待ってもらえるか、これを考えるっていう、まあある意味贅沢な悩みなんですけれどもね、この発想がないといつでも上がった下がった上がった下がったを繰り返すので、集客手間がね変わらないんですよ、忙しさが、大変さが。だから満席になった時にはそれを困るっていうふうに捉えない それをどうやったら皆さんをね受け入れられるか、こっちの方に注力するっていう考え方を持つっていうのが一つポイントになってきますので、まあある意味ね贅沢な悩みなんですけど、その悩みの渦中にいる時にですね、この思考を持たないと毎回同じことの繰り返しになるので、
できている方はですね、ちょっとそこも気をつけて、少しでも毎年毎年集客が楽になるように考えられるといいかなっていうふうに思ってますので、ご参考に。それでは。